どうも、わきです。パワプルアプリやっていきましょう。今回はこちらの救援3周年サンクスガチャを30連引いていきたいと思います。はい、というわけで本日のガチャ更新でやってきたこちらのガチャなんですが、10連で SR 以上1枚確定、そして SR 以上確率アップ、さらに天才の入部届がおまけでついてくるということで、かなり豪華なガチャになっているんじゃないかなと思います。さすがに天才の入部届がおまけでついてくるので、今回はお一人様3回限りの回数制限がついていますね。週末に動画を上げたと思うんですが、個人的に天才の入部届が全てなくなってしまいましたので、まあここでしっかりと補充しまして、また年末年始動画で使っていければいいなと思っております。はい、というわけで、まあ本当にですね、脳みが50にできたりしたらですね、個人的にもこの年末年始ね、また楽しい天才が燃やせるんじゃないかなと思いますので、いやーですね、本当に最近 PSR50 のね、すごいいいブームがね、個人的に来ているので、まあぜひぜひここでもね、しっかり狙っていければなと思います。はい、脳みはいますよね。さっき見たら確かいたと思います。新キャラもいるか、アーサーとかいるかな。たまにこういうので入ってない時ありますからね。あ、アーサーいますね。はい、ノーミもさっきいるのを確認してるので、あ、ノーミもいました。オッケー。さあ、引いていきましょう。まあ、あと、マホちゃんも普通に欲しいですね。はい。まあ、昨日もね、大活躍。6股で大活躍していましたが、マホちゃんプラス4になれば嬉しいです。マホちゃんは本当に井戸端回避っていうところで、来年以降、可能性あるんじゃないかなと。可能性というか、かなりね、期待しといていいんじゃないかなと思っております。行きましょう。うん。そろそろ4股とかがこう、ブームになってもいいなと思っているので、来年4股、まあ6股ブーム。6股やっていこうぜ、みんなで。雷、もう50になった。ブー、なんだこれ。雷は別バージョンさすがに来なさそうだな、来年は。おおほほほ、こんな被り方あるか。すげえ。まあ、有能彼女、PSR が被ったというところでしょう。はい。さあ2回目いきましょう。まあ今回正直僕一番の目当ては天才の入部届なんですけどね。はい、 SR 以上毎回1枚確定っていうのも素晴らしいですね。お、ナギは別バージョン来年どっかで来るんじゃないかなと睨んでいるので置いておきます。また PSR 引ければねプラス5したいですしね。はい、さあラストいきましょう。まあもう奏の PSR が被った時点で十分ですね。12分ですね。はい、うん、まあまあもうちょっと SR いいの出ればよかったですけど、まあまあまあ天才の入部届3枚くれているので、個人的にはもうオール OK でございます。 OK、 まあということでこのガチャが、26から28日の期間ですよね。まあ正直、運営側からすれば、まあなんていうんですかね、この間を埋めるガチャ、間を埋めるガチャにしてはあまりに素晴らしすぎますけどね、というところだと思います。まあ28日に間違いなくこのパワープルアプリ、そしてプロスペースね、このコナミさんが運営する2つのゲーム、すごい更新が来るんじゃないかなと、まあ思っておりますので、まあそこはね本当に期待したいなと思います。まあ2つとも僕はがっつりやってるんで、マジでこれ28日楽しみなんですよね。まあ2つともやってる方は同じくいらっしゃると思うんですけど、ちょっとワクワクしますよね。プロスピはさあ何が来るんだろうな。パワープロも何が来るんだろう。新キャラ来るのかな。さあ何が来るのかなと。まあ楽しみにしたいなと思います。はい。で、本日いろいろと更新が来ておりまして、まずこちら。ノーマルガチャから PN 以上のイベキャラが確定で出現ということで、まあ PN ガチャがやってきましたね。まあ僕はやってないんですけど、まあ PN 牧場っていうのもありまして、まあ解放を狙ったりすることもできますので、まあまあここで引いておくのもありなんじゃないかなと思います。で、個人的にですね、もうノーマルガチャのポイントが異常にありまして、僕はですね、絶対ゲドウ君以上、まあ、絶対 N のゲドウ君以上が確定っていうあのガチャを待ってるんですけど、全然来ないんですよ。食わせるのがめんどくさいというか、いち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 こうやって整理するのもめんどくさいんで、もうねこれができたんで、違うわ、強化ボックスができたんで、強化素材ボックスがね、ちょっとまたあれ来てほしいななんて思っております。ちなみに今 SR 大丈夫博士像が1枚、PR 大丈夫博士像が8枚、R 大丈夫博士像が14枚。これはちょっと年末年始のキャラクターにもぶっ込めるんじゃないか。はい。まあなんて思っております。あ、でそうだ、今日ですね、メダル交換所が R 大丈夫博士像なんで、ぜひ皆さんね、もう僕交換してますが、ここ。まあこれは僕はね、交換するべきなんじゃないかなと思っているので、まあどうせ今、メダルなんてこれですぐ稼げますしね。
はい、ぜひ皆さんね交換しておきましょう。まあそしてですね、こちらですよ。はい、ここに書いてあるかな、書いてある。まあ昨日ですね、ツイッターの方でも並木さんがつぶやいておりましたが、サクセスをプレイすると初回のみ天才確定やってきました。はい、夏季の期間中サクセスをプレイすると初回のみ天才が確定。この機会に天才選手を育成しようということで、まあこれもう何度か来ているんですが、まあパワープロの日とかですね、はい、もう3回目ぐらいですかね、来ているんですが、まあ通常のですね天才の入部届を持っていく天才会と何が違うかと言いますと、アイテムが2個持っていけるというところなんですよね。はい、まあ普通はですね、天才の入部届を使う際は、まあ天才の入部届とマナキネコというセットになってくると思うんですが、その天才の入部届が不要なので、まあそこの一枠をいろいろなものに変えることができると。まあめちゃめちゃ攻めるのであれば、大丈夫のメス持っていって、もう大丈夫も成功しろなんていうのもできますし、まあ今回僕はですね、マネキネコとプラスお守りを持っていきたいなと思っております。やはりですね、なかなかお守りがなくて評価が辛くてっていうデッキって多いじゃないですか。で、まあ NG 集を週末出していましたが、まさにそういうデッキがありまして、どれだ？これじゃないな。これは厳選を今頑張ってやっております。またちょっと厳選も動画撮りたいですね。はい。どれだどれだ？あの伝説のデッキはどれだ？これか、これだ。こちらですね。はい。最近キャッチャーをね、まあ、盆栽ではなかなかいい選手作れていたんですが、これにね、ユニフォームのサガラっていう編成でキャッチャーを作っております。まあ、本当はここ雷にしたいんですけど、雷残念ながらちょっと、ここと金徳が被るんで、はい。浴衣のみそのとね。まあこんなデッキでね、最近キャッチャーを頑張って作っていたんですが、まあ、お守りを持っていかないことによって、結構士気を追わないといけないので、まあその辺で、ちょっと失敗もね重なっていたりもしたので、今回はこのデッキでキャッチャー作ろうかなと思っております。まあ雷が50になったんで、スタジアムボーナスのこと考えると、雷入りの何かしらのデッキで作ってあげるっていうのもね、一つありな気はするんですけど、まあこれもありなんですよね。実際これに、まあフレンドユニフォームサガラで今回の天才確定を燃やすっていうのもありなんですけど、まあこれ一股デッキなんで、だったらやっぱり二股で普段なかなか難しいと。この機会だからこそいい選手が作れそうっていうデッキを、まあ、使ってあげた方がいいのかなと思っております。っていうので考えると今僕が、まあやってる中ではこれですね。はい。まあこれで千丸でも引ければなかなかね、オール A 以上の素晴らしいキャッチャーとかできるんじゃないかなと思いますので、まあもうちょっとこれもう一回やろうかな。もう一回ちょっと普通に招き猫持っていって、あ、そうか、でも初回か、おいおい、ちょっと待って、今、サクセス入ってないよな。これは関係ないよな、多分。ああ、よかった、入ってはない。そうか、初回確定か、練習すらできないんだ、もう。おい練習すらできねえ。ということで、ちょっとですね、今日は、夕方ぐらいに家に帰ってきて、動画撮るのが遅くなってしまったので、今から撮ったら、ちょっと今日の夜にはね、動画間に合わない気がするので、まあ、明日の、そうですね、お昼ぐらいには上げたいな、と思っております。はい。こちらね。失敗しても今回はあげます。もう NG 集にせずに、失敗してももう、普段のサクセスとしてね、あげます。一回勝負。もう失敗はない。もう全力でね、頑張っていきたいな、というところでございます。はい。というわけで皆さんね、これね、お知らせ読んでなかったら、さっきの僕みたいなことになるんでね、おー、練習やるか、みたいな。今日もサクセスやるか、よーし、つって、入ったら天才になっちゃうっていうのがあるんで、ここは皆さん、お気をつけください、ということで。どうなんすかね。円卓高校で燃やそうかなとか、もう思ったんですけどね。もしくは、まあ、名教のアヘ編でも面白いしとか、いろいろ思ったんですけど、ちょっとやっぱりなんだかんだ円卓はまだ不安ですね。SS は作れたんですけど、ちょっとまだ不安点がいっぱいあるので、今回はやっぱりね、一番慣れ親しんだ、まあ、この1年間本当にずっとね、やってきたシラスでね、燃やそうと思っております。はい。まあ本当に先月ぐらいにね、SS さんの選手も作りましたし、またね、それに並ぶような選手作れればいいなと思っておりますので、ぜひとも皆さんご期待いただければと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで完全に忘れていたんですが、奏ってどれくらい持ってるんだろう。まだまだですね。SR のプラス5が
ボックスにはあるんですが、まあ、2段階引かないとあれなんで、まだここはいいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。